それでは命題いってみたいと思います。まずは第一問、長文読解。まあこれは難しいですよね。ですからまあ25分ぐらいかかるかと思います。デビさん、配点バラバラでございます。ちょっとポイント制でいってみたいと思います。で、理想は26ポイント中24ポイントですから、本文はちょっと難しいんですが、なんとか設問に答えられた。で、そういう方もいらっしゃるかと思います。ですが、やっぱりミスはするので、なんとか8割前後いけませんかね。で、このちょっとこのポイントに関しまして、実際の試験問題ですね、見ながら解説いきたいと思います。で、皆さん、回答は河合塾さんのものを参考にさせていただいております。それを踏まえてご覧ください。さあ皆さん、トイレ1番でございますが、4問ありますよね。で、皆さん、これは4問中4問とも当てたいですね。皆さん、ご自身の回答いくつ合ってるか、皆さん数えながら聞いてくださいね。さあ皆さん、続いて問いの2番でございます。皆さん、これ3問ございますが、これちょっと難しいんですよね。ですから3問中1問当たってれば同じ。で、続いて問いの3番。ごめんなさい、1問しかないですが、1問中1問。さあ皆さん、続いて問いの4番でございます。皆さん、これ設問の指示ですからね。で、皆さん、該当箇所こちらでございます。で、皆さん、河合塾さんが出していただいている答えがこれですからね。まあ、問題はどこを書くのかということですが、ですから全部2番見てみると、皆さん、科学の分野とそれ以外の分野、そこでの対比の話になってるんですね。で、皆さん、これ河川部の2番の後はちょっと段落分かれてしまうので、河川部2番の上、左側見ていただけますと、皆さん、河川部2番の言い換えがしっかりあるんですね。ですから少なくともどこを盛り込まなければいけないのか、皆さん、ご自身の回答を思い出しながら聞いていただけるとよろしいかと思います。まず一つはこの科学者、もしくは科学ですよね。それが欠けてあるか。そしてそことの対比であります、このあたりですね。科学以外の分野、これが2点目で、そこでの違いが書かれてあるかどうかですね。ですからポイントは3点、1つが科学で、もう1つが自分の専門外。で、皆さんがこの2つをどういう日本語で紡いだのか、まあそれにもよるんですが、1つはやっぱり違い、そのあたりがうまく書けてあるかどうか思い出していただけるとよろしいかと思います。で、そのポイント3つのうちの2つ、そこは最低限書けてあれば合格、そんな風に考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、続いて問いの5番の和訳でございます。で、該当箇所これですからね。で、皆さん、回答はこちら。まあ、皆さんもやっていただいたかと思いますが、後ろの方から訳詞上げていくとなんとかなりますよね。で、ポイントは合計6つございますので、いきますね。まずは1つ目のポイントは恐竜。で、皆さん、2つ目のポイントは、これ皆さん注釈ついておりますので、それが使えるかと思います。で、皆さん、3ポイント目は宇宙論と思ってますが、これさ、もうバシッと綺麗に訳せない方も実際いらっしゃったかと思います。ですから、ここでのミスはしゃあないですね。もしくは、これに近いような言葉でしのぐ。そんな感じになるかと思います。さあ、皆さん、4点目ですね。Miss Irrelevant to は訳せるかと思います。たぶん、この Blazingly ですよね。これ、なかなか難しいと。まあ、訳してこんな感じで書いた方いらっしゃるかと思います。もしくは、ここが間違えてしまったのであれば、まあまあ、OK かな。まあ、許容範囲という感じですね。たぶん、単語の一番右に LY ついておりますね。まあ、副詞。で、その知らない単語で副詞となってくると、まあ思い切ってこう強調の意味ですかね、それになってくる確率がまあまあ高いので、それをご存知だった方は皆さんこんな感じで訳せたかと思います。で、5ポイント目ですね。まあ皆さん、これ先頭に How ございますが、いかに、どれほど、どんなにって感じですね。で、皆さん、文頭が6ポイント目で、皆さんがこの6ポイント中いくつ取れてるか思い出して数えておいてくださいね。まあ、6つの中で5ポイントぐらいかけてあれば OK。さあ、皆さん、続いて問いの6番の説問の指示がこちらでございます。で、皆さん、回答はこっちですからね。で、皆さん、今回も説問の指示に、チャールズ・ダーウィンの時代と対比してと書いてくれてますよね。ですから、下線部4番の直前もここに書いてるなと。ですから、皆さんの答えもこのあたりが欠けてあるんじゃないでしょうか。ですから、回答で言うと、まあ、このあたりでしょうね。まあ、一般の読者にも伝わると。まあ、優しいというイメージですね。そこが書かれてあれば、ポイント1。そしてそこと対比してる今日がこの today のところからですね。まあ、このあたりが2ポイント目に当たるんでしょうね。あと皆さん、下線部4番ですが、まあ、このあたりがですね、ちょっと日本語にしにくいんじゃないかなって感じがいたします。まあ、回答のようなこんな感じで書けてあればいいんですが、まあ、少なくとも皆さん、このあたりなら書けそうですよね。まあ、用語、まあ、専門用語ですね。ですから、ダーウィンの時代には一般の読者、その人たちも分かりやすいのに説明はできたんですが、今日はそれが難しい。まあ、専門用語とはどうしても使わざるを得ないと。そういう感じでまとめてあれば OK じゃないでしょうか。ですから、オレンジの部分と緑の部分、この2ポイントですね。ですから、この問いの6番は該当箇所、まあ、つまりまとめるべき部分ですね。それは容易に発見できたかと思いますので、ポイント2つあるうちの2点、つまり2分の2が理想ですよね。そして最後はこの下線部5ということで和訳でございます。で、この和訳のポイントは7つありますからね。
ですから7つ中いくつ取れるのか。ここの部分の和訳もなるべくこう後ろから前にかけていくとうまいこと日本語を紡ぎ出せたかと思います。ですからまずは1ポイント目このあたりですね。で、続いて2ポイント目。で、続いて3ポイント目ですね。そして4ポイント目。で、続いて5ポイント目でございます。で、6ポイント目でございます。皆さんこれ主の起源。まあ、そういうふうに訳していただいてもいいでしょうし、それで言っていただいても OK かと思います。で、皆さんこれで7ポイント目でございます。で、皆さんはこの7つ中いくつぐらいよく書けたのか思い出していただけると OK です。ですが、この大問1番でポイント26個ございます。で、その中で21ポイントですね。それぐらいできてると OK です。さあ、皆さん、続いて第2問目の長文読解。まあ、これやりやすいですね。ですから、満点の方もいらっしゃるはずです。で、皆さん、ミスってもなんとか1割、2割ぐらいに抑えたいですね。で、皆さん、これも試験問題見ながらよろしくお願いします。さあ皆さん、問1番でございます。4問ございますが、まあ、これは4問とも当てたいですね。4分の4。そして問の2番でございます。これ皆さん、5問ございますが、5問とも当てたい。まあ、5分の5いけたんではないでしょうか。さあ皆さん、続いて問の3番でございます。で、この下線部1番ですが、これ第1段落の中にあるんですね。で、もちろんこの空所のところを補う必要性があるんですが、まあ、この第1段落4点を一向に答えが見つからない。ですので、パッと切り替えて、どんどん第2段落、第3段落と読んでいくと、皆さんこれ第4段落なんですが、第4段落になって初めてようやく出てくるんですね。そうです。先ほどの下線部1番の social benefits。social、社会に関するお話でございました。で、それを皆さんプラスに捉えてるんですね。で、それの該当箇所が皆さんこれでよろしいかと思います。ですから、この波線の前後に該当箇所があるんじゃなかろうかと思って読んでみると、この波線のところの言い換えがここにあるんですよね。ですから正解が見つかりました。この三角括弧のところですよね。Part of a dumb community。ですが、ここを皆さん書いていただけるとよろしかったかと思います。ただ、これはなかなか正解難しいですよね。ですが、まあ、1問しかないので、まあ、1分の1。そうです。1分の1取れればいいんですが、まあ、ちょっと1分の0になってもしゃあないなという問題でございました。で、続いて、問の4番でございます。これ皆さん1問しかないですが、できれば1問中1問。まあ、当てたいですね。さあ、皆さん、続いて、問の5番の和訳でございます。皆さん、説明指示にもあるように、displeasure。これがどこを指すのかということですね。皆さん、これも dis が書いておりますので、直前の内容。そこが書けてあれば1ポイント。で、皆さん、合計5ポイントありますからね。で、あと皆さん、主語を確認できましたので、後ろから前へ訳し上げていく。これで皆さん、なんとかうまい日本語になるかと思います。で、この辺りが3ポイント目ですね。で、皆さん、4ポイント目は無重力。これがポッと出ればいいんですが、まあ、ポッと出なければ、なんか言い換えると。その感じで乗り切れるかと思います。で、5ポイント目が自由。で、最後6ポイント目は感覚をもたらす。さあ皆さん6ポイントございますが、皆さん思い出してくださいね。皆さん何ポイントぐらい取れてるでしょうか。まあ、1ポイントぐらい間違ってもちょっとしゃあないなって感じがいたします。さあ皆さん最後問いの6番でございます。この下線部4番、this gap。まあ、ギャップって言ってますからね。この however の前後でよろしいかと思います。皆さんポイントは however の左側と右側、2点ございます。で、まずは however の左側。皆さん過去の研究ですよね。ですが、このあたり皆さん訳せておれば OK。例えば、however の右側ですよね。ひょっとしますと、このアダプティブとかはちょっと訳しにくいかもしれませんが、それ以外、まあ、特に退役軍人の精神的な効果ですよね。そのあたりが皆さん書けてあれば OK。ですが、ポイントは2点。これは2つとも書けるのではないでしょうか。で、そこで皆さん第2問目終了でございます。ポイントは合計19個。まあ、多少ミスっても19分の17。それぐらいはいけたのではないでしょうか。さあ、続いて第3問目、会話。で、これは自由英作以外は優しいかと思います。で、自由英作10分。で、それ以外の問題10分。で、自由英作以外の問題ですが、設問数9個。で、皆さんこれも全問正解いらっしゃるかと思います。ですから、あとは自由英作文がどれぐらい取れてるかですね。で、皆さんミスったとしても1問ぐらいになるんじゃないかなって感じがいたしました。で、最後は英作文ですが、だいたい20分ぐらいで捌けるはずです。です、これでトータル85分でございますので、そんなに焦らなくても大丈夫かと思います。で、英作文除くと、ほぼほぼ満点取れてる方、結構いらっしゃいますよね。で、皆さん、合格圏内は 85%。まあ、100歩譲って8割台乗せてほしいですね。さあ、皆さんはどうだったでしょうか。まあ、英作文次第というところもございますが、こちら参考にしながら皆さん合格発表を待ちましょう。で、これで皆さん、なんか質問等々ございましたら、コメント欄使っていただけると OK です。ということで、切符待ってまーす。